こんにちは。お疲れ様アングース。どうも。いやーもうちょっと体力がだいぶ 100% 中の 70% は削ぎ落とされています。そう、めっちゃアイコになってびっくりした。あんなに人生でアイコになったことがなかったから、もうこれダメだと思って強行突破でやらせてもらいました。あの対応で正解だったのかどうかちょっとわかんないんですけど、後でちょっとあの舞台監督さんに聞いてみよう。お疲れです。あ、お腹いっぱい。調子悪く見えたけど気のせいじゃない？多分気のせいやと思う。出勤終わって帰ってきた。お疲れ。マングースってそう書くの？休憩入ったら発信始めてくれるとか。じゃあ同じ休憩ってことやな。うん、疲れはね溜まってるかも。溜まってるかも。昼公演ありがとう、来てくれて。そう、チーム M っていうか、まあ、今日はそのケイトちゃんとユイナと3人しかいないからあれやねんけど、そう、なんかそれぞれのチームごとにさ、今 N も前やってたりとか B2 もこうリレー配信みたいにしてるねんけど、なんか M もね、なんかやらないといけないみたいで。でなんかとりあえずテーマを決めて、なんかメンバーについて話すみたいなんで、若菜についてを今週は話すみたいな感じですね。そうなんですよ。お、髪の毛、そう、よくやるんです。これ楽でね、涼しくていいんですよ。どうしたら座席運良くなりますか？そうですね、やっぱ運営に媚びを売るという、媚びを売るということですかね。最近さやかちゃんとかりんちゃんに会ったから、れいこちゃんに会いたくなっちゃってくれてん。私も会いたいよ。こういうのに大変だけど大丈夫。今日はねモチベがあるんです。終わったらね楽しみなことが待ってて、それをモチベにちょっと頑張りたいと。そう、マイティーに鼻ほじりビンタ。昼公演の髪型、私昼公演の髪型すごいお気に入りやから、またしようと思いました。グッズのストラップ使ってますよ、ほら。配信ばかりで劇場来てなくてごめんなさい。謝らないでいいのよ。毎日公演でレゴちゃん出てるって、確かに結構出てますね。最善やったって、ありがとう、来てくれて。中1可愛い同級生の思いファンになりました、よろしく。あ、お願いします。全然私中1じゃないけど。お願いします。ありがとう、来てくれて。今日の見どころ、そうですね、今日何しようかな。見どころか、見どころか。みんなが楽しそうに自由に、多分夜公演はもっと多分みんなはっちゃけるっていうか、なんやろ、自由にできると すると思うから、なんかやってんなっていうのをこう見つけてください。結構の存在がもちろん泣いちゃう。もうありがとう。あ、昼公演楽しかった、ありがとう。どこでもドアな、間違いない。昼反省した。セリフ飛ばしたやつ。いやでも なんかさ、いくら何回もやってても飛ばすときは飛ばすし、だから振りとかもいきなりわからんくなるし、立ち位置とかもめっちゃわかる。なんだろうなあの現象。そう、ツイン休みだけど昨日まで福岡出張。そうなんや、大変やなほんまに。劇場で5メートル飛んだら地上に出れる。全然
あでもどうなんやろ、うわーギリ出れへんのじゃ、どうなんやろこんにちは、レゴちゃんの生誕の日までに退院して絶対に行くから待ってるよ。めちゃめちゃ感好き、私も大好き。ナンバラはね特にできるから、初日の若たんはね、やっぱり初日ってさめっちゃ緊張するし、しかもさ初日が昼夜ってほんまにちょっともっと運営の方はそのいたわってっていうかね、優しくしてあげたいと思うねんけど、だからあの時を思い出して、私もあの誰ための時が昼夜で初日やったんですよ。あの時の私を思い出しました。めっちゃもうひたすらもう頑張って乗り越えてっていう気持ちですね。お昼お疲れ様でした。なんかポンレイコちゃんを応援してます。ありがとう。弱点レイちゃんもジレムレイちゃんも見れてないから、本当だよね、いつ恋凸終わるか分かんないし寂しい。こんにちは。21時からチーム M でというか、ケイトちゃんとユイナとなんかとりあえず企画第1弾の若菜について話そうっていうやつをやります。演技企画の、はい、二文字ドキッと、嘘してくれた、全然なんかボケなしでやってんけど嬉しい。若田の手を取って絡んでたのほっこりしました。やっぱさ何したらいいか分からんやん、初日でさ、はいフリーやってくださいどうぞみたいな、しかもさなんでやねんみたい な何やればいいか分からんやん、逆に何やっても良さすぎて、だからちょっとかわいあまりにもかわいそうやなと思ってサポートしました。ほんま大好き、ありがとうね。そうなの、かなり強くなる本当に。私の顔よしよししてください。うん、よしよししてあげよう。一番可愛かったありがとう。はしゃれいこちゃんのルームでもやります。昼夜が初日やと間の時間は何を考えてましたか。うわー昼公演これやらかしたな、あれやらかしたな、うわこれもう一回確認せな、でもメイクの時間もあるし、なんか服も早着替えなあかんしみたいな、でもやばかったです、パンク寸前でしたねお久しぶりです。月曜の恋凸入ります、待ってる。めちゃくちゃ先輩お姉さんしてるなまあもうやっぱ先輩なんでねお疲れ様です。沼そうかアーカイブ、あアーカイブ残ってた、マジで全然意図してなかったわ。ハスマタギがナンバラ、そうナンバラって歌わりゲロややこしいのよ。あのね、何がややこしいかな、特に青春念仏もややこいし、小池もややこいし、あ女子高生もややこいし、ほんまに三期もややこいし、もうややこい曲ばっかりで、それこそ B ハッピーもややこいし、やっぱめっちゃ大変やと思う。これミニギター待ってるよ、私はいつでも待ってます。ゲーム好きすぎて複雑だけど月のチーム、そうはるちゃんパワー受け取れると思ってちょっと受け入れましたね。ナンバラコ M で覚えてくれるかなみんな早く公演見た、待ってるよ、私はだいたい出てるからそうややこいねん。いやマジでほのぴーはほんまにすごい、もうマジでほんまにすごいですアーカイブでもね、基本的に私ラジオをあんま残したくなくて、沼総会は顔映ってる時はアーカイブ残したいねんけど、ちょっとねラジオの時はね残したあんまりねあれなんよね。こんにちは。青春念仏、そうやね、表情もつけなあかんやん、あの曲って。しかも振り自体もめっちゃ難しいしややこいから、いやあれができたらもうマジ何でもできる。それ言い過ぎやけど、 NM ナンバラどの声が好き、 M です、 M が一番好き。アマンダの配信おもろいから次も楽しい、お嬉しい。もうあれマジでずっとやりたくて、アマンダジアドベンチャーほんまにずっとゲーム実況とかも見てたから、できてほんまに嬉しい。ギリ現チームがねえ、現チームでやりたいけど振り付けむずいってみんな言う、そうなの。でもそれだからこそコノミンさんのこだわりがいっぱい詰まってるわけよ。あなるほど、ここはこう、あそういう意味でっていうのがあるから、教えてもらってる時はねすごい楽しいですね。劇場近くで待機してるけど公演始まる、暑いよねマジで。
だって劇場入ってもさ、正味暑いやん。もう地獄だよね夏地獄よね、マジで。ほんと申し訳ない。私たちもね、もっとなんか涼しくしてくださいって言ってるんですけど、もうなんかこれ以上涼しくしたらその結露みたいなのができちゃって、こうもう雨漏りしちゃうんだって。だからね、ちょっと難しいんだって。生誕まで公演行けるか微妙。あら、そうなの、忙しいのか。誕生日メンバーみんな生誕どうなんやろ。いや本当に、私はもうハラチーム M でできたらもう何、とりあえずハラチーム M としてのもう悔いはもうないですね。ゲーム見る専門、そう、めっちゃ見る専門です。ゲーム実況大好きで、熱気やばいよね。ペンライト1本だけで公演は楽しめますよ、もちろん。新チームの紹介動画は出す、そう悩んでるんですよね。だからもし動画撮るってなったら、今その TikTok で N だけね、今のとこ出してるんですけど、それは非公開にしてややこしくなるから、でまた新しく動画撮ろうかなって思ってるから、もし撮るなら、撮る気力が私に残っているのならって感じですね。めっちゃ大変でさ、大阪夏ね、ほんまに暑い。おとといの M 声ありがとう。ありがとう、こちらこそ。そう、雨漏り、そうなのよ、そうなの、本当に雨漏りなのよ。構成も好きだし、ちゃんと歌わりメンバーが目立つようになってて、そうやし、フリーが多かったりとか、メンバーとこうアイコンタクト合わせるとこが多いから、こいとつはだからね、本当に好きやし、なんか最初、いやまあしんどいっちゃしんどいねんけど、最近はあんまりしんどさは感じひんくなってきたかも、うん、そう、チームM。こっちでやらんでいいの？え、いいんですか？ありがとうございます、うん、チームMバージョン。ライブで見事焼けました。マジ？退勤時とかってこと？やばいな。だって海の近くやったら余計なんかねタリーズマジでな、最高に楽しめた、よかった。そう、あやぴょんです。そうだからね、めっちゃね、最近は至る所に扇風機が設置されてるっちゃされてるんですけど、それでも暑いもん暑いですよね。やっぱステージ上にないから扇風機。公演頑張って、ありがとう。おととい、こいとつでレイコのジレンマセンター見れて嬉しかった。そっか、初めてか。そうだ、そうなのよ。そう、そうや、私さ、ちょっとモバメの話しちゃうねんけど、モバメで20、24、26のこいとつ全部ちょっとユニットがあれかもって書いててんけど、そんなことなかったです。なんとか回避して24、26はそのちょっと今ので刺してなんとかいけそうですそう、とりあえず回避したっていうことだけは伝えておくでもいつになったら私これさせてくれんのってね。もう私 しばらくやってないで、これもう、えそれやりたいからユニットシャッフルしたのに、えねえ、ね、見てる方も痩せるよね。日焼け止め塗り忘れて、あ、なるほどね。やっぱ日焼け止めって大事なんやね。いや私もこれやりたいよ早く。まあでもとりあえず24、26はまた違う、はい、あれですということだけ伝えときますねえ、もう可愛いのやりたいん。センターでもな、そうやな、センターもやってみたいけど、でも衣装がな、ピンクやもんな。やっぱ私水色でセンターやりたいな気持ち察知しました。バリバレもみたい。それそうだよね、本当にそうっすよね。万能ってことや。いやもうこき使われてるだけです。便利屋です、便利屋。水色でセンターしていい？
本当に？やった。配信チェックしてして、キラキラアイドルレイちゃんが大好き。私もキラキラアイドルしたい。今のままキープできる。嘘、私でも最近またね食べ過ぎちゃってやばいよ。めっちゃ可愛いからまた見たい。やりたい、ブリブリしたい。だからこそその独占権もさ、言ったら可愛いやんか、がすっごい楽しい。振り込みさせてくれって、間違いないね。昼を公園お疲れ様って、行ったらセンターできるんじゃない？おもろいね、水色のセンターしたい。ほんまやで、お給料ほんまに。お、お前15分経ちましたね。いやもう生誕はマジでもう譲りません。もう逆転以外は絶対にやりませんって、もうそこはもう突き通すので、そこはもう本当にって感じです。はい、ということで15分経ったということで、今からですねお着替えしていきたいと思います。ちょっとあとは休憩しつつ、夜公演の体力ねちょっと備えて、はい、したいと思います。ありがとう来てくれて。じゃあ順位を発表します。13位アイカ、ありがとうございます。12位ユージローさん、ありがとうございます。11位ノリピさん、ありがとうございます。10位ちなみさん、ありがとうございます。9位バロックさん、ありがとうございます。8位クニプーさん、ありがとうございます。7位ヒサオさん、ありがとうございます。6位ヒカルくんさん、ありがとうございます。5位がスレッジハマーさん、ありがとうございます。4位がドンミョンさん、ありがとうございます。3位がツルさん、ありがとうございます。2位がタカさん、ありがとうございます。そして1位がターくん、ありがとうございました。ありがとう、頑張りマングースしてきますね。ありがとう、タイヨロです。ということで、じゃあ夜公演終わり、ちょっと何時、まあ9時前後で3人で配信するので、ぜひそちらの方も見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。